はい、今回は、キーが C で使える、エンディングのパターンを紹介したいと思います。まずパターンですが、このようなパターンになってます。コードですが C7、 そしてこれから、A ディミニッシュ、そして A フラットディミニッシュ、そして C となっています。C7 の時は左手で C と B フラット、そして右手では E、G、C、そして次の A ディミニッシュ。 A ディミニッシュはこのようになっていますが、押さえ方としては左手が C と A、 そして右手は E フラット、G フラット、 C、 そして A フラットディミニッシュ、左手は C と A フラット、そして右手は D、F、C となって、最後は C ですので、左手は C と G、 そして右が E、G、C、 もしくは C も入れて E、C、E、G、C などのようにしてもいいと思います。このディミニッシュという感覚が、考え方が難しい方はですね、C7 から左手は C を固定、小指で C を押したまま、上がですね、左手の上が B フラット A、A フラット G というふうに半音で降りてくると、こういうふうに考えておいてもいいと思います。そして右手も同じく、最初 C7 の時に E、G、C とやっておいて、そこからトップの C は固定したまま、この2つが半音ずつ動きます。 E、G から E フラット、G フラット、 E フラット、 G フラットから D、F、 そして最後は普通に C と、そうしておけば、今これキー C でやったんですけど、例えば、違うキーでこのパターンを使いたいと言った時にですね、手が反応するようになります。例えば G で考えてみましょうか。 G で考えたら、右手の場合トップが G になりますので、このような押さえ方になります。そして順番に下がっていけばいいんですね。サード、フィフス、ルートと押さえてるところから半音ずつ下がる。左手も同じく、そしておけば G でやっておいても、もしくはそうですね、 E とかにしてみましょうか。まずは右手では、このサードフィフスルート、このパターンを考えます。で、左手もルートとセブンス、そこから半音ずつ下がる。同じく右手もここからこの形ありますよね。これが2つ、このように、どのキーでも応用できることが可能ですので、ぜひ覚えて使ってみてください。それでは失礼します。